ありがとうございますありがとうございますアンコール1曲目は「夢みたい伝えたい」でした皆さん楽しんでいただけましたか映像で少しびっくりさせてしまったかもしれないんですけど私とミウはラブリーラブリーの活動に区切りをつけてそれぞれ新しい道に向かって頑張っていきたいと思いますそしてりなとゆうらはこれからラッキーラッキーとして活動していきますそれぞれの新しい道を応援してくれると嬉しいです 少し寂しい気持ちもありますが一人一人メッセージ言っていきたいと思いますはい私はこの一年ドラマ撮影を通していろんなことを経験したり学んだりすることができ,することができてとってもとっても楽しかったですドラマ撮影ではいつも支えてくれるスタッフさんやアドバイスをくれる監督さんそしてメンバーのみんながいたからいつも楽しく撮影をすることができましたそしてファンの皆さんの応援も私の力になってました ありがとうございました、えっと、私もロイポットの最終形態は映画で、今日はラブリーラブリーの集大成ということで、とても最高の一日になりました。こうやって私たちが一年間楽しく過ごせたのは、周りで支えてくれている家族やスタッフさん、そしてメンバーや、もちろんファンの皆さんのおかげです。一年間ありがとうございました 私はこの1年間皆さんの前で直接パフォーマンスするという機会はなかったのですがミニミニ生配信ライブや今このスペシャルライブなどで皆さんにオンラインを通してパフォーマンスをお見せできてすごく嬉しいですそしてイベントが終わった後などに皆さんのコメントを SNS などで見させていただいたんですけど楽しかったよなどというコメントを見るたびにすごく力をもらいましたありがとうございました えっと、私はなかなか直接ファンの皆さんと会えない中、個別トークやマジカルテレフォンなので、私たちを応援してくれている声を聞くと、本当に私たちの力になりました。お誕生日の時などは、すっごいたくさんのお祝いメッセージを送っていただいて、とっても嬉しかったです。ファンの皆さんの応援が私たちの励みになりました。ありがとうございました。皆さん、私たちのメッセージを聞いていただき、ありがとうございました。 私たちの思いが皆さんに届いていたら嬉しいですそして次で本当に本当に最後になってしまうんですけどもう一曲だけパフォーマンスさせていただきますそれでは聴いてください丸バツ三角